エベリン・トクエ・カワモトはアメリカの競泳選手。結婚後の名前であるエベリン・コンノでも知られている。オリンピックのメダリストに2度輝いている。1949年の同じ日に300メートル個人メドレーと200メートル平泳ぎのアメリカ記録を破った。1ヶ月後の全米選手権ではその2つの種目で優勝した。1952年のオリンピックの予選会の最終日に 400メートル自由形でアメリカ記録を出した。18歳の時、1952年の夏季オリンピックにアメリカ代表で出場し、2つの銅メダルを獲得した。一つ目は女子400メートル自由形リレーで獲得した。ジャッキー・ラビーン、マリリー・ステパン、ジョギー・オルダーソンと共に出場し、ハンガリーとオランダに次いで3位であった。個人では、 女子400メートル自由型の予選でオリンピック記録を出したが決勝でハンガリーのバーレアジャイアンジとノバークエーバに次いで3位となった。同じオリンピックに出場し金メダルを獲得しているアメリカ人選手のフォード・コンロと結婚した。2000年にハイスポーツ殿堂入りした。2017年に83歳で亡くなった。ありがとうございます。